ただいまから第58回岩見沢記念勝利騎手インタビューを行います。はじめに優勝馬の関係者の皆様をご紹介いたします。優勝馬インビクタの馬主高柳実様、調教師松井博文様、騎手船山クランド様、厩務員佐々木康弘様、生産者堀昭雄様です。では船山クランド騎手にお話を聞いていきます。インビクタの見事岩見沢記念を勝ちました船山クランド騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今どんなお気持ちでしょうか？そうですね、すごい嬉しいです。雨の中でのレースでした。レース前はどんなこと考えていましたか？先行馬なんで前の方でレースできるようにと、あと天板膝折らないようにを気をつけてました。実際レースではいかがでしたか？その通り自分が思ったようにレースできたと思います。後半後続もじわーっと迫ってきましたけど、あのあたりどんな思いでしたか？もうなんとかゴール、早くゴール来てくれと思って追ってました。先頭でゴールしていかがでしたか？いやー、横に馬がいたんですけど、なんとか一番で駆け抜けて、すごい嬉しかったです。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。これからも万栄競馬どんどん盛り上げて頑張っていくんで、ぜひ競馬場に足を運んで熱いレースを見てください。よろしくお願いします。船山クランド騎手でした。以上をもちまして第58回岩見沢記念勝利騎手インタビューを終わります。優勝馬関係者の皆様、おめでとうございました。